サホロリゾートベアマウンテンは、北海道上川郡新徳町にある熊のサファリパーク。サホロリゾートにある、日本国内初となるヒグマを放し飼いした、ベアマウンテンとしてオープン。ヒグマは上り別、熊牧場から移した。スウェーデンにある、オッシャベアパークをモデルにしており、上り別、熊牧場元園長の伊勢信也が訪れた際に、 北海道の自然に生きるヒグマを見て欲しいと思ったことが解説のきっかけになった。日本国内で唯一の多頭飼育での人工冬ごもりに取り組んでおり、2009年に冬ごもりについて動物園水族館雑誌に寄港している。面積は15ヘクタールあり、二重のフェンスで囲っている。園内にいるヒグマの位置情報については無線ランと 電子タグを使ったシステムを導入して把握している。エントランスベアポイントベアウォッチングバスコース、遊歩道園内のヒグマはすべてオスである。これはメスを飼育すると野生のクマを呼び寄せてしまう危険があるためである。エゾヒグマは日本国内に生息している陸上動物の中で最も大きく北海道だけに生息している野生動物になっている。 デオキシリボ拡散では3種類に分けられており、園内では3種類のエゾヒグマに出会うことができる。ベアマウンテンのオープンに際して、日本クマネットワークが、餌付けや安全性対策についての問題点を指摘した公開質問状を、カモリ観光に対して提出したほか、トカチ自然保護協会が、自然破壊や安全性などについて、トカチ市長やカモリ観光などに対して、 要望書や質問書を提出している。注釈出典。ありがとうございます。